だから僕はゲンさんについていきます。あ、わかりました。あれ、ゲンさんについていくの、あれもどうするの、ね、知らないです。僕もついてきてください。知らないです。ポスター、インポスター、コーナー。茶色、黄緑、茶色、黒。緑茶色黒、緑茶色黒、緑、緑茶色黒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 。はい、はい、いいボタン、はい、初手は一番怖いですからね、まあ、押すに越したことはないかなと。白いな、同じこと考えて3人で言ってたね。ゾニチ、サントス、プテラさん、みんな初手ボタンやろうとして走って。いやいや、僕はやろうとしてないよ。あ、そうなんだ。僕はビビっただけで。綺麗になってたんでしょ。一人だったら揺さぶりますね。僕はビビってた。一人になる。3人だと綺麗できないから離れようとしたんでしょ。違う違う、一緒に行ったんですよ、ボタンのところにね。でもやっぱあれじゃん、やっぱあのプティラってあの尖ってるとこ多いから、やっぱ先端恐怖症の人からすると怖いんだ。やっぱ尖ってる、怖いんだ。恐れて、イフしろ、僕を。え、ごめん。イフじゃ始まらない。もうしも君が。これ宣戦布告表です、僕の先端への。ありがとうございます。あ、僕にも入ってるし。誰だ。ありがとうございます。アルマ夏目どっちだ。いや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 。ゴー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 。黒、青、緑、紫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 。黒、はい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 や、オレンジ、僕も僕も。あ、なんか僕最後メッドベイでスキャンやってたんで、下に確認しに来てくれないんだ。あ、ね、あのアドミンストレージ付近ですよね、多分。え、僕ですか？あ、違う違う、そのセンターさんの情報。あ、僕 O2 アドミンストレージあたりです。あ、まあなんか話すこともないだろうからちょっと言うと、ゲンさんがね。なんでこれでこれで捉えるかもしれないよ、黒を。お、ゲンさんがね、ナビゲーションに僕行ったの最初に、はい、ゲンさんがナビゲーションに入ってきたの、はい、で、あー怖いと思って僕は出たのよ、はい、すぐ出たの、はい、で、その時に O2 にセンタンがいて、はい、あ、O2 にセンタンいる、これも怖いと思って、また僕ナビゲーに一回引いたんですよ。え、そしたらゲンさんがいなかった。出てったら弁当使いましたね、あなた。ゲンさん、どこ行ったんですか。このあのプテラスさんが出て行かれた後にシールドに行ったんですけど、はい、それだけです。弁当で。弁当か徒歩かどっちですか。そこが一番大事なんですよ。まあ徒歩ですか。まあこれよりもうちょっと私がじゃあ自分自らちょっと黒くなる予想を別途提出します。あの私 O2 なった時に O2 無視してナビに行ってしまいました。どうなの、それでやめてって僕は叫んだ。そうなの、プテラスさん、それはまず言うのかなって思った。
すごいしょうもないこと言ってたの。はい。あ、まあ、でも、キルも起きてませんしね。はい、そう。結果としてキルしてないから。でそれ言うなら、武雄さん、僕、エレクトリカルで作業したとき、オツになってたのに入ってきましたよね。そうですよ。殺そうと思いました。こいつさっきの僕に投票したのもあんただろ。なんでアベリージさんサボタージュ行かねえんだよ。なんか夏目先生もオツになってんのにベッドの隙間でわちゃわちゃしてました。なんで2票入るの、夏目さん。下手したら死ぬからやめてください。殺そうと思いました。武雄さんじゃね、多いな。コミ待つか。わあ、キルやろ。ちょっとキルだけやらせて。青紫。青紫。あ、下入り口だ。うちの旦那も。旦那さん、やっぱり。あれ、ロアまで僕と一緒に行ったの誰でしたっけ？ゲンさんか。ゲン、今回、アドミンっていうカフェ行っただけです。そうですね。アドミンって見てました。見てないです。なんで見てないですか？もうリアクター終わった直後に押そうと思っても一人。ああ、そういうことですか。はい、あれ、僕ミュート？あ、サントスさんと並走してたの、トニキさんじゃなかったっけ？いや、スナパイさんか。スナパイさん、スナパイさんゆっくりから言って、最後まで言ったのは私しかない。で、夏目先生と私は無理かな。キルクール開ける前から見合ってリアクター直していってるので。あれ、プテハシさん、僕とアドミンで一緒にロアインジの方行きましたよね、確か。いや、うん、え、あれ？藤原さんアドミンいましたよね。ですよね。なんかアドミンにすげえいて、そう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 。で、うわ、いっぺーいるなと思って。だから、アベレージ、プテハシは無理っすね。ああ、アベレージさんはね、そうだね、うん。村でいいですよ。あれ、目撃情報は、つねきさんの。ない。僕、初手見に行ってるんですけど、右、誰も来てませんでした。僕しかいなかった。アドミンかな、じゃあ。いや、アドミンはないです。いや、アドミンはいっぱいいたから大丈夫よ。あれ、めっちゃいっぱいだよね。めっちゃいたんで、6人ぐらいいましたね。最後までアベレージ、プテハシ、ゲンが残ってて、で、アベレージ、プテハシがストレージ、ロアのローから辺まで行って、ゲンさんがそのまま上で、カフェボタンですね。他はで、下側がなくて、あるのが下に右か左じゃないですか。竹尾さん僕はアドミン行って、アドミンで4人いるのはやべえと思って、リアクターに向かいました。で、リアクターで僕が入った瞬間に直りました。で、先端さんが上のタスクしてるのを確認してます。待ってます。先端もなさそう。先端さんとサントさん一緒に来てなかった。いや、私の方が先。私先。僕、給油だけちょっとやらせてもらって。で、結局上直しました、うん、僕が。ブニキさん、誰も見てないですか？でも下ルートで誰か通ってませんでした、アドミンから。あ、それが、サントスアドミン、サントス先端の順で通ってる。あ、了解です。じゃあ、そこないですね。あ、アルマさんかゲンさんじゃない？アルマさんか私じゃないですか。うん、普通に考えエレクトリカルでやっぱゲンさんやったんだ。誰もいないよ。二郎で団結してる場合除きそこでいいと思います。ゲンさんの方が濃いかな。スナパイさんできないってなんだ。ペアペアペア。ロラショロラ。ローラ。ちょっといいですか？はい。ペア、僕ゲンさんとペア組もうと思ったら、なんかゲンさんの格好した偽物が近づいてくるんですけど。え、だってペアっつったらゲンさんとゲンタケオとアルマナツメじゃないの？どういうペア？衣装的にね。夏目もそうだと思って一緒に。そう思ってたんだ。あ、じゃあ僕の解釈違いか、ね。ごめんなさい、すいません。うん、あ、ペアさんちゃんとペアの指定してくれませんか？あ、確かに。すいません、なんか。うん。あ、ちなみにスナパイさんってどういう感じ？私、スナパイさんの白って誰から出たんだっけと思って。サントスさん。じゃあ、私はエレクトリカルに入っていったのしか知らないから。はい。エレクトリカルで終わってます。え、まあ、ていうか、二郎でかばい合ってる以外はもう僕が原産しか無理じゃないですか。うんうんうん、いや、違う。そもそも、アルモさんが右グルーって言ってて、スナパイさんっていないのであれば。ナビまでしか行ってないです、僕は。スナパイさん、エレクトリカルですよ。だから死体がメッドベイにある説とかって追わなくていいんですか？
初手左ではなかったです、ちなみに。あ、左じゃないんだ。あ、自分が初手左です。あ、でも初手右かな。下でも、なんか下見てない、見ちゃっけな。右上とかで作業やってそのままメッドベイとかはありえんじゃないですか。うん、ありえる。うん、ああ、そっか。まあ、それだったとしてもさっきの5人の城は多分変わんないと思います。あ、そこはいいと思う、そこはいいと思う、はい、できるとして竹雄が遅れていってるんで、なんかすれ違った時にゾリキさんやってるって可能性もあると思うんで、僕はゲンさんとペアクみたいです。シンプルにアルマさんが一番浮いてると思ったんですけど、うん、僕視点もゲンさんしかない気がしますけど、ここお互いなの。ピアーの二郎指定もできないから怖いな。そうそう、あのペア組まして、そこが二郎になる可能性を否定できないから、え、結局、拾ってないんですよ。ごめんなさい、左側ですけど、左側の状況はあんま把握してないですけど、結局、竹雄さんがギリできるってことですか。カフェテリアとかアッパーエンジンとかに、トニキさんがタスクしてるんだったら、僕はワンチャンできるっていう感じです、ね。ああ、そういうことですね。だから僕はゲンさんについていきます。あ、わかります。あれ、ゲンさんについていくの、アルマどうするの。ね、知らない。僕もついてきてください。知らないです。じゃあ夏目先生ついてきます。やだ。もう最近ペア怖いよな。ここは釣らないんだね。他のね、前の試合とかめっちゃ釣り意識高かったのに。釣り意識低い。ゴミだけやらせて。白、オレンジ。ああ、ここ間に合わなかったのか。こんじゃ。待ってください。僕リアクター今ロングタスク終わって左上見に行ったら死体があって、うん、と思った瞬間にもう一人が誰かキルしてました。誰ですか。ごめんなさい、ちょっと誰か分かんなかったんですけど、パッと見えたのがサントスさんで、あと誰だ。夏目アルマもいて、夏目アルマはわちゃわちゃしてたけど、夏目が下に行ってる時はアルマは上にいたと思うから、うん、アルマもありうると思います。夏目先生右下にいたからない。夏目先生右下にいたからない。ごめんなさい。キネさんどこいたの今。普通に十字路の前の配線タスクですよ。ちなみに終わった後竹雄さんいませんでしたけど、いや僕はアッパーエンジンでゲンさん待ってくれと思ってなんでそこ止まるんですか。だって給油やりたいんですよ僕は協調性のかけらもないみんな。いやちょっと待って、今の話でさ、ゲンさんとじゃあ竹雄さんは犯行に関われないっていうことでいい。僕は無理ですけどゲンさんはいけると思います。その主張するんですか。え、竹雄さんってさ最優先でゲンさんを愛しんでる。初手切るから含め全部。まあ割と怪しんでますけど。マジか、アルマさんの方じゃないのか。ちょっと待って、皆さんの位置、あと、アルマさんはどこ？上か。左上にいる。でも僕、覚え気の上くらいっす。ああ、そうっすね。あで、多分みんなしてんすよ。サントさんって何、あれ、多分作業中っすか。私、6枚で押してます。おー、で、夏目先生が下側。夏目先生は絶対ない、右下。絶対ね、僕は追いかけ回しましょうか、夏目先生。追いかけ回して逃げ回ってて、夏目右下に。それで夏目先生が右下に行ったんでって感じです。僕は数字タスク終わって出ようとしたら光ったから戻ったぐらい。だって、もし私が来たら、アベリーさん下に動いてないといけないから、私動いてないはずだよ。そうなんですよ。だからパッと見見えただけなんで、別にサントさんも怪しいんじゃないです、僕して、うん。ありがとうございます。なぜみんな重なりに行ったんだ本当に。西対上なんですか、リアクターの。西対上絶対上。あ、じゃあ西対とも上、うん、じゃあ私も。西対上なの。そうですね。いや、西対とも上なんだ。上に死体があって、あ、やべえと思って押そうとした瞬間に誰かが動いて肉が見えたんで、アルマさんと その位置をお願いします。本当、数字のところに2つあります。あ、了解です。押してください。押します、押します。あんまりだぜ。そんなことがあるんですね。あんまりだよ。ひどいじゃないか。しかもいい、うまいね。うまいんだね今の。あんまりだよ。ひどいよ。こんなの。あんまりだよ。パリーン。はい、ソウルジェムが魔女を生
待って待って、だって私、待って待って、まず今のリアクターって上と下で上直したのは私しかいないんだから、私がインポスターだった場合は直さなくていいはずなのに。サントスさん、一回僕が下降りたの見てから下に降りてきてました。その後上行ったけど、うん、今の話をしてるんですか。ね、あ、今の話か。え、サントスさんは容疑ができるのかできないかでやった方が多分その場合。左上にいます。います。左上にいて、まあ、うん、左上にはいる。犯行時刻の話をします。犯行現場のにの数字タスクのところにサントスさんはいます。間違いなくアルマさんもいます。アベレージも、うん、まあレポートだから絶対いる。アベアルマさんとすれ間違いないですか？いたのは。というか、まあ、アルマさん、レポートはアルマさんで、アベレージさんご自身から、アベレージさんご自身からお肉が2つありましたという発言が最初にあったはず。あ、そうごめんなさい。で、僕が、キルしないのはアベレージさん目線見えないから、覚え毛の上にいたんで僕、そもそも数値タスクのところに重なってないんで、最終らへんは。なんでずっと上にいられたんですか、ちなみに。僕？そう。僕は止まってないですよ。ずっと走り回ってましたよ。あ、じゃあ別に全然その白は僕視点だと出せないですね、正直。あ、そういうことですか。最終倒れてるのを見たって言ってたんで、僕はアベレージさんより多分後ろにいたように見えたんですけど。ああ、いや、それだったらその前の方のキルは。ああ、その倒れる前のやつ。そう。あ、ごめんなさい、僕1下しか見えてなかったから。え、2下やったよな。ちょっと整理していいですか。はい。2下起こってることから、竹尾源確証になりますよね。いや、いいと思います。さあ、置いて。いや、アベアルマサントス以外確定しろですよ。要はリアクターにいた人物ですよね、犯行時点で。あ、そうです。じゃあ、リキルが上がってるのはアベアルマサントス以外もう全員確定しろなので、誰釣ってもいい。スナパイスさんって出口まで行ってるんでしょ。行ってない、真ん中行って引き返した。十字路まで出てない上にところで 赤いのが光ったから戻る。ゲンはサントスさん、アルマさんの二郎だと思っています。いいと思います。アルマさんダブルキルを最初に提示したのがアベレージさんだったから行こう。はい、アルマさん入れちゃいました。いや、もう一回だけリアクターは私直ったで、今上僕じゃないのに。それは多分要素にならないと思います。まあ、うん、直さなかったところでサボタージュ頑張りましょう。はい、どうなっちゃうの。どうなっちゃうんでしょう。僕わからないよ。遊戯王が止まるぜ。ごめん、サボタスクが、タスクが終わらないよ。終わりました。お、終わったかも。あ、違うか、妨害か。妨害でした。なんで幽霊も妨害されるんだ。はい、アベレージ直しました。ナイスです。アルマさんで終わると思うんですけどね。まあ、あれまで終わんなくてもアベレージさんすれば終わるので、うん、絶対それでいいと思います。で、僕は夏目先生視点でアルマさんに追っかけ回されたっていう自覚あります。てか、もう初手キルがゲンさんとアルマさんとスナパイさんしか容疑者じゃないから。追っかけ回されたというより夏目が逃げてました。どこから、どういうルート。もう初手からずっとです。初手からずっと。あ、違う、リアクター内部での話。あ、リアクター内部はね、夏目が逃げてたんで夏目が悪いです。いや、違う、夏目止まった。夏目先生がその追われてるんだったらアルマさんがキルした瞬間見えてんじゃないですか。そういうこと。そうですよ。そう、あのね、で、それが見えてないんだったら後ろにアルマさんが夏目先生がかばってる。後ろにいなかったんだ。あ、夏目アルマの2人を追ってますよ今。違う、夏目先生はアルマさんに追っかけられてましたっていうのをリアクター内部での話をしているのか。あ、ない、全部です、全部です、全てです。はい、ですよね。で、はい、だったら夏目先生はアルマさんがキルしたかしてないかわかるでしょ。わかんないんだよね。わかんない。画面外にアルマがどっか行って夏目必死で逃げてたんで。まあ僕リアクター内部で画面外に行ったってこと？はい。夏目右下に逃げてったらアルマが画面外に。それだったらアルマさんで釣れなかったら夏目先生にいいんじゃないですか？え、これ、いや、これスナレージの二郎はないですよね。スナレージの二郎ないですよね。え、それだったらアルマさん見えてんじゃないですか、僕らのことが。いや、僕も夏目先生しか見てなかったんですよ最初。で、光ったから押したって感じです。まあ、ソニキさんのキルの時点で浮き位置私とかアルマさんぐらいしか最初なかったんで、素晴らしい。一応ギリ俺だね。うん、現時点ではやっぱりアルマさんが配送になっちゃいますね。確かに。いやー、これ5票とも僕に入った、もしかして言っちゃいました。いや、違うんだよな。ほら、これ合ってる時は違うんだよな。わかりました。空気感じました、僕も今、うん、終わりますって最後言ってくれるんだ。
今ネタを、ネタを考えてますね。あ、考えてんな。なんだなんだ、うん。最後どう来るんだ。何も言わないよこれ。いや本当に違うのにな僕。こんばんは。大正解。ごめんなさい、阿部さん本当ごめんなさい。ドサキル、ドサキルダブルパキル、左上2個ありましたよね。うん、ありましたよね。阿部さんのその発言がもうすべてというか。なんでみんな重なりしたの左上。いやごめん本当に、ね、必死に逃げて本当に必死に逃げててアルマから。ドサキルダブルキルって新しい。でも村が勝利するんだな。かっこいいけど強い顔。結局ローラーですからね。そう終わったと思った。いやーごめんなさい。本当申し訳ない。いやいやいや面白かったです。同じ申し訳ない。会ってる時のやつって言われた時めっちゃギクッとしました。いやワンチャンみんな。覚えゲーやってて2つ上がってること気づかないっていう説ないかなって一瞬よぎっちゃって反射でやっちゃったんですよね。申し訳ない、まあ、初日のキルも合わせたら、いや面白かった、ね、もう僕しかないたどりつけるのがすごいですよ。そういうねすぐね。いやドサキルではあったのでね。間違いなく間違いなくドサキルでした。ただまさかの二郎がどっちもそこでドサキルしてるっていう